ロシアのプーチン大統領は21日、新型の ICBM、大陸間弾道ミサイルサルマトを近く実戦配備すると明らかにしました。プーチン大統領はモスクワで開いた国防省の幹部会議で、アメリカのミサイル防衛網を突破できるとされる新型の ICBM サルマトを近く実戦配備すると表明しました。 サルマトは10個以上の核弾頭を搭載することができ、今年4月と11月に発射実験に成功していました。ウクライナに対し、地上配備型迎撃ミサイルパトリオットを提供することを表明したバイデン政権を強く牽制した形です。